これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。お送りしたのは中村瑞希さんの曲で祝い漬けという、曲でした。いかがでしょう。うがみんしょうら奄美の言葉でこんにちはです。はい、ひろこさんこんにちは。こんにちは。まきこさんこんにちは。沖縄だとハイサイですかね。何ですかね。あんまりこんにちはに該当する言葉がないっていうのを聞いたことがあるんですけど、何ですかね。皆さん、中うがなびら、これあれはどういう意味なんだろう。あの今日あれですよね。あの今日お会いしますみたいな、お顔を拝見しますみたいな、そういう感じのが派生してっていうイメージで捉えてたんですけど、いいですね。こんにちはで言うとそういう感じですかね。そうですね。うがみんしょうらはおがみ、はいはい、が漢字で書くと拝みましょうっていう、だから同じだと思いますよ。お顔を拝見させてください。朝だとスカンマンキャーウガミンショーラ、夜はユニンキャーウガミンショーラっていうんですよ。この朝は、はい、いいですか、冒頭からこんな奄美のその話だけ。スカンマっていうのは朝、はい、午前中のこと、朝のことなんですよね。奄美の島言葉でスカンマ。語源ちょっと今パッて思い出せないんですけど、うん、スカンマンキャーウガミンショーラーって言ったら朝たちをなんか拝みましょう、あ今日はたちっていう意味ですよね。
はい、あですよね。そうです。なんか最近セゴドンを大河ドラマタイムリーですね。ちょうど今奄美編のワッキャーとか、はい、私たちってことですか。ワンキャーとかワッキャーとか、なってなきゃだとあなたたちとか、ヤンキャーだとお前たちみたいな、敬語とちょっとフレンドリーな言葉とかがあるんですよ。それで4年キャーやって言ったら夜たち、4年は夜なんです、ね、はいはい、4年キャーがみんしょーらーって言ったら、まあこんばんは、はい、まあ、実際にはちゃんと日本語で皆さん喋ってますので今めったに使わないんですけど、ばっこいちょっと奄美のことをアピールしたいときはガミンショーラーって皆さん言ったり、本当に年寄りの先輩、大先輩たちは今でもシマクトゥバーをナチュラルに、はい、使ってたりすると思います。そっか、いやー、なんかちょっと奄美のこともこれから今日どんどん伺っていってもいいですか。どん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 、あ、このキーワード大事ですね。どん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 後でわかるという、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今日はですね、荒垣ひろ子のナライブさんプラス、静かに始まりましたけど、タイトルコールだけしましょうかね。はい、よいしょ。荒垣ひろ子のナライブさんプラス。はい、というわけでなんかちょっと冒頭バタバタしてしまったんですけども、中村瑞希さんの祝い付けという美しい曲から今日始まりました。今日はですね、奄美大島出身で、そして伊江島出身の方とご結婚されて、でその、のりあきさんでしたっけ、のりあきさんが竜宮通りだ、そうですね、竜宮通り、那覇市のこう国際通りクイッて入ったところに、はい、竜宮通りってあるんですけど、そこでですね、もうものすごく美味しいお店をされてるんですよ、島袋っていう、はい、はい、で家島食の家島袋というお店をされていて、そこに、牧子さんも一緒に立ってらっしゃいます、はい、原永牧子さん、私とはクエナでも、そうですね、一緒ですね、その前にちょいちょい街中でこちらの、パーソナリティ時々やられてる千佳子さんと、はいはい、うん、またもともと知り合ってて、うんうん、で千佳子さんのそばにいつも可愛らしい女性がいて、でよく横断歩道で会ってましたよね、覚えてます。で、あ、千佳子さんって言ったら、 あれですか、ドンキのところですか、牧師の牧師公園のあそこの横断歩道で一度お会いして、あ、したで、その時にあラジオの収録、結局この放送のことだったって後で分かるんですけど、うん、その時はよく分かってなくて、はいはい、放送の帰りなんですって言って、そうでしたね、そうだそうだ、髪の長い人だなと思ったんです。でそれからほどなくしてお店に来てくれて、うんうん、でそれの次の日に多分白のワークショップでも会いましたよね。そうです、そうでした、そうなんです、で白バチスタさんという世界的な打楽器奏者がいるんですけど、なんかまあ、要約するとシンクロニシティがこの間にすごく働いていてそうそうそう、私と牧子さんは知り合う前から知り合いだったみたいな感じの、まあ、うん、そうですね、本格的にお会いしたのはその山城千佳子さんってこの番組のサブ MC で、先週ものすごく久しぶりにゲストに来てくださったんですけど、もう今手の届かない、去年も時の人ですねって言ってたんですけども、すごい勢いでですね、世界中で活躍、ね、そうですよね、時の人であり土の人という、うまい、近くさん宣伝しましたよ。土の人、劇場版がですね、今桜坂劇場で、はい、七里慶監督と山城千佳子監督の、はい、コラボ特集上映ということでですね、コラボする形で接近する映画とアートということで、6月2日から6月15日まで、はい、桜坂劇場で上映されてますので、皆さんぜひ、はい、足を運びください、はい、そして千佳子さんは今日はその七里監督と、そうなんですよ、いろいろね、お忙しくて今日来れないっていうね、はい、でも昨夜たまたまお会いしてて、うん、ね、今日任せたよって私も伝言いただいたので、うん、うん、今バッチリ宣伝できましたよね、はい、バッチリバッチリ、もう、はい、私もね見に行こうと思っているので、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いします、よろしくお願いします、皆さん、はい、そして桜坂劇場からも近いんですね、このうちの島袋が、そうですね、このものすごい近いですね、近子さんの映画を見てお腹が空いたら島袋、うんうんうん、すいません、しつこい宣伝になりますが、いや正しいですいいコースだと思いますよ、はい、いいコースだと思います、はい、すっごく美味しくて、ちょっと島袋についても、はい、いろいろ伺っていこうと思うんですけど、はい、その
牧子さんのに関するトピックがですねすごくいっぱいあってどれをその、ね、フィーチャーしすればいいのかなってもう全部フィーチャーしようかなみたいなそうですねあの触りだけでもいいですしただあの伝言を島袋からもあの預かっているのでぜひぜひじゃあちょっと紹介したいエッセンス、うんうん、どこを伝えたいと思うっていうのを昨日聞いたらキーワードもらってきているので、はい、よかったですじゃあ、 あのまあその伊江島の伊江島食の島袋ってそのお店のこととかですねあと網袋、はい、これは何だ、 なんだっていうのとか、まあ それも伺うおうとで、はい、クエナ掘り下げたら時間ないかなフラダンスもありますしそうですねあとあの、まあ、伊江島千佳子さんも、はい、その土の人も伊江島の咲き誇る百合がラストシーンですからね、はい、あのそこのお話これも掘り下げたら時間ないかなとかいろいろ悩みどころが、ね、多いんですよねで奄美大島のことはぜひ聞きたいしあと歌三線もあれですよ ねこの歌三線っていうのをいただいたときにこれは語らなくてもっていう奄美の歌でも歌われてますもんね奄美の歌うーん1曲ぐらいしか歌えないので、うん、あれは歌っているというと島の歌者の先輩たちからちくりしっくりとただ伝えていきたいっていうのあるので、うんうんうん、聞かれたらあの答えするようにはしてますし、はい、そうそう沖縄民謡っていうかそのクエナの歌詞と奄美の島歌の共通歌詞とかあったりするので、うんうん、ねあの、まあ、語れなくてもあるんだよっていうところまでは伝えたいです ね面白いですよねあれ本当に、はい、いや それもちょっと触れられたらぜひ触れたいなと、はい、あとやっぱり一番その牧子さんと接しててそのこのたまたまこれが一緒の時間にこ一緒になんて言うんでしょう一緒のことをしてて、はい、あのメッセージ送ってくださるとかまたここでばったり会うとかそういうのがすごく多くて多分私だけじゃなくていろんな方 あの夢に出てくるとかいろんな方とそういうシンクロニシティが、ね、あのあると思うんですねマキコさん三つ子説とかですかね同時にドッペルがいっぱいいるとかですかねでそのなんて言うんでしょう感がすごい鋭いというかで私から見るとマキコさんすごくなんかこう自然常になんかこう自然に目を向けてるなって空を常に見ててマキコさんが撮る空の写真ってなんか不思議なよくこんな空に出会ったなっていう か, そ う, ですかあのそういうのばっかり撮られたりするじゃないですか私お友達に、うん、キジムナーだったよねって真面目に言われたことがあるんですねどんなお友達ですかあの、まあ、ちょっとすごいお友達が、うん、あの本当にすごい素晴らしいお友達で、うんうん、私たくさんの人に出会わせていただいてるんですけどその方も感が鋭い方その方もちょっとあの見える世界と見えない世界を両方見れる方なんですけど、うんうん、女性の先輩でねとっても仲良くさせていただいてる方が、うん、ある日すごいまっすぐ私の顔を見て、うん、もうポロポロ涙を流しながらマキコあんたはキジムナーだったねバッバー号泣みたいなこれはキジムナー確定ですね私もうすごいあのなんて彼女のそのまっすぐな心に、うん、もういや違いますって言えないっていうか、うん、あそうでしたみたいな感じになっちゃってあそっかだから私木とか無性に登りたくなっちゃうし、うんうん、木とかにわーって話しかけたり、うんうん、あそうか私は人間じゃなかったんだ精霊だったのかなんか人間になりたいって言って、うん、人間に今回今世はなんかなれたのかしらなんてごめんなさいそうだからそういう意味で自然とうんうん、自然にとか木とか植物と触れ合うのが好きなのは、うんうん、そのキジムナがキジムナだからなのかという説明に戻りたいなみたいなあの植物が私に何か教えてくれようとしているっていう言葉をさっきマキコさんからあの伺っていやこの言葉を聞き取れるってことがやっぱりあの鍵だと思うんですよあそうですかねで私も聞き取りたいんですでそうするときっと整うんじゃないかなと思っていてでマキコさんを見てるとこの健やかさはどこから来るんだろう自然かな、まあ、妙齢の女性に健やかっていいですねなんか12歳ぐらいの子に言うようなキーワードをこんな風に言っていただけると人間そう健やかキャンペーンをやってるんだでもねやっぱりこれなんか役割があって私とかやっぱそれをメロディーに落とし込めないので、うん、やっぱりこうミュージシャンとしての才能を持っているひろこさんはそういうのを触れてきっとメロディーに落としてるんじゃないかと思うんですよ音系の人とかねそうなんですなので植物系みんなが植物いっちゃうと枯れちゃうあのなくなっちゃうので枯れないかないこうね私が集めたものは、はい、私が
何かの形で例えばねそれこそお店で植物食べて、うんうん、植物というか野菜として食べてもらって、うんうん、元気になってまたいい音楽を作ってもらうなんか循環、うんうん、そうですねだのでなるほどきっとできてますよすでにもうバランスがバランスいい感じでやっぱり存在してますからね適材適所というか、はい、で時々ああいうクエナですとか、うんうん、一緒になんか公園のあのね一緒に連れてってもらった公園で、うんうん、時々一緒に深呼吸をしてアウトプットの手段は違うけどこうやって お会いして 何かと一緒の席になった時にシンクロするっていうのが楽しいですよね、はい、やっぱりねそうですねでも本当シンクロはよく起きますね、うん、本当起きるんですこれ夕焼けの時とか特にね起きますけどあのまあまあまあ曲かけていきましょうか。こう曲、ね、今日いっぱい持ってきていただいたんで、ちょっと少しずつになっちゃうと思うんですけども、でもあの、ね、植物の話だったんで、うん、あ、そうですね。行きましょうか。植物の話からの、そうそうそう。これもこの方もすごく素晴らしい歌もう、そうなんですよ。ね、すごい、はい、奄美の宝です。唯一無二の、はいはい、歌声を持つ方です。では、聞いていただきましょう。はじめちとせさんで、クバヌハ。はい、お送りしたのははじめちとせさんでクバヌハでした。はい。ね、あのクバの私番組の SNS にその網袋さっきのそうですね。あのお話をもう書かせていただいたんですけど、はい、ちらっと、はい、その。私が今この腕につけてるマキコさんもなんですけどこのクバ、クバじゃないやこれアダンのそうですねアダンのいろんな植物の、はい、映像ご覧になってる方見えるかなこのそうそうそうこれなんですけどアダンの葉でできた編まれたアクセサリーなんですねでこれアクセサリーだけじゃなくていろいろはい私写真を見てるとなんかももパイナップルみたいな形のお守りとかありますよ見たいですでそのあれですよねこのカゴもそうです、ね、これは月桃で、はい、あの大東島の先生に教えていただいて、うん、月桃の茎を使った、うん、これはあのアダンの葉っぱをあーすごいかわいい見てくださいこれ実物今初めて見てますパイナップルの形これはお守りですかそうなんですこれね、うんうん、ちょっとだけめっちゃ、ね、長くなるとあれなんですけどちょっとだけ説明すると、まあ、この編み方を、ね、教えていただいた時にすぐ私マース袋になるなと思ったんですよ、うん、あお塩入れるそうお塩入れてこういう風にちょっとしたこういう、うんうん、なったらいいなと思って、はいはいはい、いいですね思って編んでたら、うん、さらにちょっとひらめきが起きまして、うんうん、実はちょっとこれ触っていただくと分かるんですけど少しだあの厚みがあって本当だなんかちょっといい感触じゃないですか、はいはい、これとっくりきわたの綿が入ってるんですあのとっくりきわた、あの沖縄中にいっぱい街路樹で今いっぱいあって、はいはい、今ちょうど綿の時期で、うんうん、綿がわさわさって落ちてきてるんですけどそれを去年友達が私が何かやるだろうと思って、うんうん、どっさりくださった友達がいて、はいはい、1年間寝かせてたんですその時は何に使っていいか分からず、うんうんこの1年間の間にこのいいですよねこの何に使うかわからないけど絶対使う日が来るんだろうなっていう感じで置いとくマキコさんのこの感応するこれです私のマキコさんのにワクワクするところってここなんですそれでこのパイナップル教えていただいた時に、うん、とっくりキヨタが俺だっつって俺そこなんかパッみたいな感じでわってもうゾワゾワゾワってひらめいちゃって、うんうん、でこの中には実は私が海で拾ってきた貝殻ととっくりキヨタが詰められてあって、うんうん、であちょっとなんか熱く語っちゃうんですけど私この、うん、あの網袋っていうのは、まあ、島袋の私がやってる網網なので、うんうんまあ、お店でやるので網袋っていう、はいまあ、ちょっとキャッチーな感じに今、うんうん、あのやる活動ネームみたいなのを網袋、はいはい、今日網袋やりますっていうところ草編みをやりましょうみたいな感じなんですけど、うんうん、草編みって言えばいいですかねじゃあまあ、草って言っても葉っぱだったりするので、うん、でもあの沖縄全体的なこのあのティーグマというか手仕事の人たちはだいたい草編みって呼んでたりするみたいなので、うんうん、総称して私も言ってるんですので、うん、その編みを取って編み袋にしてるんですけど、うんはい、あの何が言ったかあで私がね、うん、そのこれを習ったこのこういう編み、うんうんアダンで編んだりいろんな編んだりするのを習った時に、はい、なんか
土そう今日土がいっぱいで土に変えるクラフトっていう、これが間違ってどっかにポロンって落ちても、うん、はい、金属とか入ってないからそのまま土に変えるじゃないですか。そうですね。なので土に変えるクラフト、植物と人の間に想像力っていうのをなんか、うんうん、なんていうんですか、自分のなんか肩書きじゃないんですけど、うんうんうん、キャッチコピーというかテーマというか、はいはい、で植物と人って、まあ、私一応今回人なので、うん、この例えばこういうの編みたいなとか、人の想像力が、うん、だったり、あの植物がインスピレーションをくれるその想像力がこういうものを生み出すじゃないですか、うんうん、例えば工芸品とか、はい、民芸と呼ばれるものたち、うん、でそれすごくいいなと思って、うんうん、その植物と人の間で想像力っていうのをなんかバーって湧いてきた時に、うんうん、やっぱこうやって編んでる時に特力綿が俺を使えと言ってきたりとかなんかそういうなんて言うんですか、そんなそういう、だそう、うん、植物と人の間にそういうものが生まれて、こういうものが生まれるっていう、うん、なんかそういうものとかこういうものしか今言ってないんですけど、例えば どんどん湧いてくるんですね、うんうんうん、で例えば大きい、あの私本当は一番まあやりたいことがあって、これ最初習った時に、はい、石岩灯を作りたいって思ったんですよ。あ、石岩灯ってこれでですか、編み編みで石岩灯を作る、はい、でその石岩灯っていうのはもう、うん、あの道路とかに置いてあるあの硬い石のものではなくて、うんうん、でっかいマンダラのようなものをなんかこれぐらいのでっかいものをやりたいんですね、うんうん、だから少しずついきなりそれに関わらあの直行しないで少しずつ寄り道していってるので、うん、じわじわ作ろうと思ってるんですけど、ああ、魔除けみたいな、あのドリームキャッチャーはキャッチ しますけど、あの跳ね返すような感じの、そうなんです。面白い。でそういうのをお店とか、うん、なんか置いといて入り口に、そうなんか入り口に人帰っちゃうかでもなんて言うんだろう、そうそうそう、悪くなりそうなところにこう置けば、なんか、まあ、帰らないでほしいけど、うん、まあ、帰ってもいいけどなんか草でそういうのがあったらなんかいいなって思って、うんうん、そうそう、そこに向かって今やってて。素敵ですね。そうなんです、ね、このあの編み方見てると、私の牧子さんが編んでくださった私のは、はい、こうすごくなんて言うんでしょう、均一に、なんて言えばいいんだろうな、格子状に、そうですね、格子か、はい、格子状にあのなってるんですけど、牧子さんの今腕にされてるのを見ると、斜めにこれ折りにもありますよね、その置物の折り方にも、なんて言ったかな、あのずらしガスリとかそういう感じの、すごい、いや偶然ですよ、あのなんとなくなんて言うんでしょう、名前ちょっと正しいか分かんないんですけど、ずらしなんとかとかそういう感じの、この斜めに線がビーって、はい、入ってまたこうあの、ね、格子状になって、うん、また斜めに入ってとか、すごく、うん、なんて言うんでしょう、着物の折りみたいな、やっぱ伝統工芸の香りがするから。そうですね。でも多分ハワイとか、うん、ではこのハワイはラウハラっていうんですけど、このアダンの葉っぱというか、うん、タコの木の葉っぱのことを、はい、あのハラっていうんですね。ハラ、私はハラなが、あ、どうでもいいんですけどハラがタコの木で、ラウは葉っぱって意味で、はい、タコの木の葉っぱで作るもの、だからラウハラで帽子編んだり、うん、このいろんな可愛いものとか編んだりするんですけど、うん、まあ、本当民芸とか工芸、伝統工芸品みたいな、うん、扱いとして多分あるんですよね。でも沖縄も多分、あの月桃もそうだし、帽子熊の方もいらっしゃるし、帽子アダンの帽子、うん、はい、ね、帽子も去年チャレンジしました。あの素晴らしい先生がいて、うん、はい、いやもう本当たくさんいろんな先生がいるので、うん、ぜひ紹介したいですけど、牧子さんあの帽子かぶってくるかと思ったんですけどなんか私あれまでかぶったら本当変な人なんでって、変な人に見えちゃうんでってさっき言ってて、そんなことないよと思ったんですけどちょっと笑っちゃった。すごい素敵なね、あのつばの広い、もう夏バッチリだし、ね、おしゃれだし、すごくおしゃれ、はい、おしゃれですね、素敵な、はい、うんうん、あれはもともとそれこそ、その家島、どうしても家島の話を今持って帰りたい、家島ありがとうございます家島で帽子、うん、あの帽子編む人のこと、帽子クマって沖縄の言葉では言うらしい。クマって言うんですか。はい、帽子クマっていう方言があるみたいで、うん、帽子クマを家島の方から習った先生が宜野湾にいらっしゃるんですけど、うん、はい、その先生が、その最後の編み手の方というか、うんうん、お年を召してやっぱり手がそんなに若い時の
ようにうまく動く、そのもうギリギリのところで伝承されて、うんうん、ちゃんと残ったものがあるんですね、その編み方、伝統的な編み方、うんうんうん、でその先生がたくさんの方にやっぱり大事なものだからシェアしてほしいって言った、はい、シェアしたいっていう思いで、うんうん、去年とかすごい熱心に教えてくれる機会がありまして、うんうん、その時に私も行って1個編んで、実はもう2個目が編まれ始めてるんですけど、うんうん、まだ仕上がってなくてそれもやんないといけないんですけど、あ楽しみですね。そうなんですよ、うん、はい、またそうしたらお見せしますね、うん、ぜひぜひ編み袋にね行きたいですね。そうなんです、編み袋も、うん、5月の連休に第1回、まだ1回しかやってないんですけど、うん、そうでしたね。なんかこの間ゲストに来てくれたいくちゃんも、はい、編み袋入ってるんだなんて思いながら見てました。その時の私のテキストが素晴らしすぎて、手作りのわあすごい、映像の方に見えます。アダンハゲット沖縄に自生する植物で作る世界に一つだけのブレスレット、手書きのこれをこうテキスト、はい、元にテキストにもうこうやってこのあー素晴らしい、すごい泣ける技術、愛が詰まってます。出来上がりまであるんですけど、うん、一個一個の工程がしつこいんですね私。今日こんなあれですよ、こんなにね、小学生の、今ちょっと泣きそう、小学生の気持ちを思い出しましたよ。こんなに丁寧にね、スケッチブックにいっぱい書いたことないな、最近。もうパソコンにしか向かい合ってない。パソコンが壊れてないからなんですよ。そうなんです。でもこの、ちょっと一瞬脱線するんですけど、うん、便利な世の中になりすぎた時代に、はいはい、不便なことが起きると、うんうん、人間のやっぱさっき言った想像力とか、はい、が、とっても役に立つんですね、うん、こんなのもこんなのって自分で言っちゃいけないんですけど、すごい手間がかかっちゃうんですね。亀だ、かわいい。あ、そうです、亀です。パイナップルだけじゃなくてこうウミガメですか。そうなんです、すごい手間のかかることをすると、うん、なんかそのとてもいいことが起きる、魔法が起きます、うん、魔法が起きる。すごい、ちゃんと大事にしてる心をどこかで誰かが分かってくれてるわけですね、きっとね。そうで、届かなくてもいいし、うん、届いてもいいし、でもとってもこれ見えるかな。めっちゃ可愛いんですよ。ウミガメ、アダンの葉のウミガメ。そうですね、これ今回はみんなアダンの葉ですけど、ゲットウの葉っぱでも編めるので、あ、うん、そう、そうなので、また6月もぜひやりたいなと思ってて、もう突発的に。いつ頃ですか。あ、突発的か、突発的にというか、うん、もう5月にやった時はがっつり5日間毎日やったんですけど、はいはい、もうなんかある程度仕組みというか自分の中でこうやったらいいなっていうのがあるので、うんうん、もういつでも来たらどうぞみたいにメニューの一つとしてできたらいいなと思って、うんうんうん、いいですね。そんな感じの編み袋なので、うん、またお誘いします。ぜひぜひ、ぜひ、はい、もちろんです。誘ってください。このアダンの葉ってこんなに綺麗にまっすぐに、なんて言うんでしょう、まるであれですよね、機械でこうなんで笑うんですか。機械でこんにちは、なんて言うんでしょうね、綺麗に裁断したか。裁断したんです、手で、綺麗にまっすぐに。あ、でもほらこの繊維がすごく、まあ、植物ってこうだったのかな。改めて見るとそうなんです。いちいちね、とってもいいんです。本当にこれ、誰のためでもない自分のための時間っていうのをぜひ皆さんに持ってもらいたくて、うんうん、私は前回これやったんですけど、うんうん、アウェイクメディテーションって分かりますか。瞑想ってなんかこういう静かに座って、うん、目をつぶって座禅を組んでみたいな。アウェイクメディテーションって私が多分理解してる範囲だと、うん、意識はちゃんとあって、うん、起きたままの瞑想ってことですよね。例えば、うん、床を無心に磨いてると頭の中が真っ白になったり、あれメディテーションですね、はい、ペンキ塗りまっすぐやってるとか、ああいう一つの作業を黙々とやっていると、うんうん、皿を洗うとかね。そうです、そうです、うん、パッてなんかインスピレーション湧いたり、うんうん、物事が解決したりするじゃないですか、うんうん、そういうことも起きたりするんですね、はい、熱心に植物とただただ向き合って、うんうん、静かにやってると、なんかはってそういう来ます。なんかこう満たされるのかな、満たされるっていうか頭がこうクリアになる。そうだ、だから満たされるっていう感覚になる方もいるし、うんうん、なんか落ち着いて静かに、なんかそわそわしてた気持ちが静かになるとか、うんうん、すっきりするとか、多分そこに結果、うんうん、どういう結果が起きるかは多分人みんなそれぞれなんですけど、うんうん、でこの草編みのいいところは、かつ終わると物が完成してるというですね、うんうんうん、一つの
達成感がありますね。愛着もねできるし、はい、それがすごく良くて、うん、そうなんですよ。そのなんだろう、最後自分の身につけれるものがあるっていうのが愛おしいし、うん、この、はいはい、なんかねいいんですよね。これやってみると分かるので、うん、ぜひ今度あの体験していただき、本当に今日持ってきたんですよ。絶対時間がないのが分かったので、そう、あっという間静かに、多分2人で静かに何も喋らない時間になってしまうので、うん、今度ゆっくりぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、これはあの編む素材っていうのはオーソドックスなものでいうとこのまあ、クバっていうかアダンの葉、それからクバでも、はい、あ、クバも、はい、できると思います。あれですよ、クバガサとか、そうですね、はい、クバは防水がすごいみたいで、あの水を、だから水汲み用のカゴとか与那国島とかあるみたいなんですけど、はい、とかあとはタコの木、まあ、アダンとタコちょっと違うんです、うん、似て非なるっていうかほとんど兄弟なんですけど、はいはい、とあと月桃の茎の繊維もできるし、月桃、うん、はい、あとはあんまりメジャーじゃないかもしれないですけど、木の皮とかも絶対できるんですよね。でも木ってなかなか倒されてるところとか、ね、ないですね、はい、あれはちゃんとあれですね、朽ちてる木だとボロボロ落ちちゃうんですかね。若い木じゃないとダメだったりするんですかね、今度聞いときますね木にすいません、なんかだんだん掘り下げてきて網袋のに興味がすごくどんどん湧いてきますけど、網袋は自分と向き合って、うん、言い直す時間を持ってもらいたくて、うんうん、でも副産物として自分の愛おしいこの身につける装飾品ができるっていう、うんうん、なんか一度で5度ぐらい美味しい、うんうん、なんか盛りだくさんな出来事なんです、うんうん、これもしなんて言うんでしょう、参加したいけどっていう、全然例えば那覇から遠くに住んでますとか、東京からたまたま来たんですけど、たまたまやってなんかこう情報をゲットする手段ってね、どうしたらいいですかねなんとなくお店に、多分お店のツイッターがありますよね。そう、お店のツイッターとかお店の SNS とか、うん、あとはお店にその来たらできるような仕組みを私がもうちょっときっと用意しておいて、うん、なるほどなるほど、そうなんです。じゃあ夜ご飯食べながら3人組ぐらいで来てて、2人はめっちゃ話しながら飲んでるんだけど、1人黙々と編んでるとかそういうのありですかそうですよね、楽しいかも。で、私思ったのはカウンターにみんな座ってもらって、うん、はいはい、カウンターでみんななんか手芸じゃないけどみんな黙々と編んでるとかも楽しいだろうなと思って。楽しいですね。なんか第3水曜日の夜は編み袋とか、うんうん、いいんじゃないかなって。あ、いいかもしれない。ちょっとそうそう、もうこれも妄想がすごい、うん、想像か妄想そうそう楽しい妄想がいっぱいで、楽しい妄想が広がる、はい、そうなんですよ。なのでまたちゃんとやるときはひろこさんを通して、うん、知らせさせてくださいお願いします。番組の SNS でもシェアさせていただこうと思います。ぜひお願いします、ね、イエラムサンタマリアでしたっけ、はい、家島のサトウキビから生まれた、はい、ラム酒がありますけど、そのイエラムサンタマリアとかを飲みながらみんなで編むっていう、はい、ね、お店も面白いんじゃないかなと思ったり、唯一無二のスタイルですごいと思いますしますが、また曲を一曲かけていこうと思います。これちょっとこれかけなきゃ、ほらマキコさん、ね、どんどん話を進めないと、どんどん話を進めなきゃって言いましたけどもこの曲を、お書きしようと思います。はい、これはまぶりさん、はい、まぶり先輩と呼ばれてましたけど、先輩なんですか。島唄をやってる先輩たちで、はい、のどんどん武士です。はい。はらどんどんせさまいとさんせ
やにぬいにがなしゆきぬまぐみはらどんどんせさまいとさんせ旧約まゆらているいるぬあしびよあちゃやしまもどていさたばなしはらどんどんせさまいとさんせでしたのはまぶりさんで、どんどん武士六丁でした、はい、これあのマキコさん言ってよって思ったんですけど実は途中で歌ってるその女性の声はマキコさんなんです。そしてそうです、ね、冒頭もかそっかえ冒頭途中で どんどん節で掛け合って歌ってる掛け合って歌ってる相方が私だったんですよ、うん、かっこいい声のマキコさん、マキコさんそれ言ってからかけたらみんなきっとあもうちょっとってて、ね、耳を澄ませてくださったかしら。そしてもう一つずっと太鼓があの鳴ってましたけどマキコさんの太鼓なんですね。はいそうなんですよ。すごい、ね、沖縄だとねなかなか披露する機会はやっぱりなくて、うん、あれ一人でやってるとちょっと陽気なお姉さん太鼓叩く陽気なお姉さんみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、やっぱりあの人六調を弾いてくれる三線と打った者の方がいて、うん、でそのサブで太鼓があるという感じで、うん、そう六調ってこう手踊りなんですね。勝ち足みたいな沖縄のなんですけど、うん、その踊らせるために叩くというかこう人をこうちゃんちゃちゃんちゃ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 ドンドンみたいなそうなんかドドンドドンみたいなこうロック、はい、リズム体です。6調とか言うとまたみんなを混乱させますけど 1,2,3,4,5,6 の6って書いて6調というのがこう踊り系のなんていうんでしょう、はい、ダンスミュージックという、はい、ダンスミュージックかっこいいですね。そういう感じのね、はい、あのニュアンスなんですかね。6調1調とか2調とかあるんですかっていうすごく素朴な質問をしたくなるんですけど、ね、確かにもう自然に受け入れてたんで、うん、なぜっていう解説のできない私残念でなります。誰かに今度かなこさんでも聞いてみましょうか、はい、かなこさんあとまあ奄美の先輩と皆さんにも聞いておきます。聞いてみます私も誰かに。そう沖縄だとあの八重山諸島にこの六調が伝承されてて、うんうん、伝わってて、はい、なんかまあやっぱ奄美から伝わったそうなんですけど、うんうん、
似たような感じでありますよ。いやお店の話がお店の話を、ね、全然ごめんなさい。あのお店の話に移りましょう。もうこの最後の時間帯は全部どしどし、はい、お店の今日のだって本来、ね、冒頭っていうか最初にしようかなと思ってたんですけども、今日は荒垣浩子のナライブさんプラス、那覇市のですね、竜宮通り社交街にある伊江島の味を堪能できるお店、伊江島、食の家島袋、はい、原永真希子さんをお迎えしてお送りしています、はい、でね、この日々自然に心を寄せながらお店にくばあみに歌さん、まあ、本人謙遜されますけど歌三振にフラダンスにとさまざまな活動される真希子さんの健やかな生き方を紐解いていきますということで、あの実はお送りしてたんですね。これちゃんと読んだの今が初めてだと思うんですけど実はすごいですね、はい、盛りだくさんでもうお腹いっぱいです私今。あ本当ですか、っていうなんか、ね、なんないでください。いや冗談ですよ。あのなんか、ね、すごいそんなによく私のことを調べてくださったなと思って、昨日ちょっと本当泣いちゃって私ひろこさんなんて愛のある方なんだと思って。いやいやいや、もうありがとうございますお互い褒め合って照れる私たち照れるで、こんな時どんな顔していいかわからないみたいな感じになっちゃいますけど、お店その、はい、伊江島食の家島袋はその真希子さんの旦那さんであるのりあきさんが、はい、最初には東京で開店、そうですね、ですよね、はい、そう、うんうん、これもまたちょっと長い話なので短く言うと、のりあきさんは沖縄でお料理の仕事を紆余曲折っていうか、うん、まあ、いろんな仕事に携わりつつ、うん、お料理がやっぱりちっちゃい頃から得意だったので、うんうん、お料理の道にこう行こうってなって、うん、やっぱり腕が評判だったんですって、うん、その沖縄でやってたお店も、うん、そしたら東京で番組名とかっても大丈夫、もうすごい流行った連続ドラマあったじゃないですか、十何年、もうちょっと前かな、チュラさんですか、あ大丈夫なんですか、なんかこの全然言っていい、だってさっきてごどんって言いましたそうチュラさんが全国で放送された時に、はい、全国的に沖縄がブームになったのは、うん、分かります、感覚的にその時東京いました、いなかったけど、そう、それですごい、うん、もう烏合のタケノコのように東京で沖縄料理屋さんがめっちゃ流行ったらしいんですよ、うんうんうん、私はその時まで出会ってないので実は、はいはい、でそののりあきさんのお友達が沖縄料理屋さんを常に経営されてたんですけど、うんうん、2号店出したいんだけどつってこうなんか人手が足りない腕のいいやつつって呼ばれて行って料理指導で行ってバーってやってたらその店がすごい繁盛しちゃって、そしたらその店がなんかで沖縄ブームは静かにってこう去り、まあ、それ10年ぐらいの間がありますからね、うん、はいはい、去り、そのビルが取り壊しが決まってしまって、はい、立ち退かなきゃいけなくなったんですよ、うん、でもそしたら近くで沖縄料理やってた先輩が全然関係ないで別の先輩が、うん、もう一個別の店舗をやってて、うんうん、そこを立て直したいからこの店を手放すんだけどここは続きやりませんみたいな感じで、なるほど、スコンって後釜が来て、うんうんうん、そこで島袋っていう名前で、はいはい、その最初はお友達のお店のサブシェフみたいな感じでやってたのを、うんうんうん、そのいろんな良きタイミングが起きて、うんうん、自分の名前でやれることになって、なるほど、でそこでやってたんですけど、お父さんが高齢でちょっと調子が悪い時期があって、うん、あやっぱりふるさとに帰りたいってなったのが、うんうんうん、きっかけが、うん、でこれすごいいい話で、はい、こっちに戻ってきたらお父さん元気になっちゃったんですよよかったじゃないですか、すごいいい話で、これなんか一瞬みんながシュンってなるんですけど、うん、いい話だからつい最後まで一気に言いたいんですけど、みんなそれで嬉しくなっちゃうっていうね、うん、そうですね、それで今帰ってきたから元気になったんだと思います。でひろこさんに出会えたという、あ今くるくるくるってすごい、すごい今この最後のそのお父さん元気になった後からがまた巻きでしたね、すごく私に出会ってありがとうございます。いえいえ、はい、ね、というわけで2015年に那覇に移転してそこからずっとその竜宮通りでされてるんですけど、この伊江島の食材がいっぱい使われてて、島らっきょうとかジーマミ、落花生ですけど、はい、ジーマミって言いますけど、その、ね、揚げ出しジーマミ豆腐がね超大好きで、品切れさせたりしてません、私たまにもう一個お願いしていいですか、もう一個お願いしていいですかとか言って、そうですね、あの時も、うん、2回戦行っちゃって、はい、2回戦行っちゃって遅れてきたお友達の分がなかったんですね、うん、ですね、しょうがないあれはでもなくなったんだからしょうがない、みんな大好き揚げ出し豆腐ですね、うん、揚げ出しジーマミ、あとその15年熟成だれのダクテとテビチがあるという、はい、あの濃い色のね、
黒ラフテーと通称呼んでますけど、本当チョコレートのケーキみたいなぐらいのね、黒さですよね。黒さですよね。今日は持ってこれない、残念なんですけど持ってこなくて大丈夫です。みんな島袋にいて食べますけど、そう、あの黒いってどれぐらいっていうの、イカスミみたいなああいう黒さではなくて、本当にチョコレートの濃厚な感じの色の濃さで伝わりますよね。うん、チョコレートはでも真っ黒かもしれないですね。本当ですか。わかんないです。なんか黒ビールのがジュレになったような感じ。まあ、ちょっと、まあ、私も下手、たと下手なんで。これは続きはお店でみたいな感じのいい CM になりますけど。うん、そうなんです。15年、16年経ちました。1年。あ、はい。そっか。なんか毎年更新されるんです。うんうん、それでね、そののりあきさんになんかお店のことを紹介してもらえるので、うんうん、何か伝えたいキーワードとかありますか、ぜひぜひって言ってたら、うん、僕は食べ物を作っているんではなくて育てている気持ちでやってるんだっていうのを伝えてほしいって言って、まあ、小さなお店なので一、うんうん、人で全部もちろん仕込みから提供までできるぐらいの小さな規模だからっていうのもあるんだけれども、その一つのお料理に対して自分で全部仕込むから、うんうん、その今塩とかもさすがに海水を取ってきてじゃないんですけど、うん、お塩も、うん、空入りしてやったりとか、うんうんうん、ツナも手作りで今ツナも仕込んで作ってたりとか、ツナって手作るんですねそうですよね、なんかそういう食べ仕上がる野菜切って仕上げるっていうその一個手前のとこから育てるようにやって、うんうん、お客様の口に入るというか届けたいみたいな、うんうん、そういう心持ちでやっているので、そこを伝えてきてほしいっていうふうに、だから美味しいんだ言ってましたよ、嬉しそうに。あ、よかった、のりあきさん行きますよそうなんですよ。で、うん、なんかね、近いうち行くんで、やっぱり、はい、社交外にあるので、うんうん、なかなかディープなね作りで、ちょっとディープだから面白いですよね、あそこら辺は。あれを楽しんでくださる方はいいんですけど、うん、やっぱりびっくりしちゃう方もいて、うん、扉開けて閉める方もやっぱりいらっしゃいますよ、うん、スナックだって言って。そうなんですかなんかヤギのね、有名な栄とか小桜とか、はい、あと、そうです、歴史の長い、右を見ると、はい、今村が、はい、屋台村がありますし、そこの屋台村の入り口をもうちょっと奥に、はいはい、行ったところに、まあ、国際通りから入ってっていう設定なんですけど、今話でありますね、はい、右上をこう見上げていただくと島袋ありますので本当に、はい、はい、あ、すいません、東京とかね、いろんなところから聞いてくださってる方いらっしゃるんで、あ、ぜひ沖縄に来た際はありがとうございます、そうなんですね、寄ってください。その栄とかから もうちょっと奥に進むとこんな絶品のお店があるんだぞっていうね、はい、ことで、はい、ぜひぜひ、ぜひ食べてもらいたいお料理がいっぱいありますので、うんうん、はい、で今メニュー作ってて、うん、メニューって新しいメニューって意味ではなくて、テーブルに置くメニューをね、あ、手書きの、そうなんですよ。でこういう感じの、うん、まだ本当作ってる途中なので、うんうん、これなんか言うと自分にプレッシャーかけるだけになっちゃうんですけど、うん、絵本みたいなメニューにしたいと思ってて、で一人で旅好きの一人の女性とかもよく来てくださるんですよ、うんうん、でやっぱりもちろん私が暇っていうか手が空いてたらお話しさせていただくんですけど、うん、お一人でゆっくり食事される方もいるじゃないですか、うんうん、そうするとその待ってる間絵本を読むような気持ちで、うん、メニューを見てもらえるといいなと思って、うんうん、すごい一生懸命手書きでいいですねやってるんです、粛々となんか満たされていけますね。そうやっぱりもう分かりました、なんか私分かりましたって言ったら分かった気になったような感じですけども、マキコさんのその健やかさってなんだろうなって、その、いやいやいや、今日私の中でテーマだったんですけど、そっか、そうですね、そのなんて言うんだろう、さっきのアウェイクメディテーションもそうですけど、はい、やっぱこう丁寧だなと思って、実際には雑なんですけど、うん、心持ちいや、まあまあ、まあまあ雑というか、なんかぶっきらぼうの日も、うん、もちろんあるんですけど、うん、心持ちとしては丁寧さというか、そうですよね、なんかその何かに向き合った時にそのなんて言うんだろうな、心がそわそわしてたらなかなかできないようなことだなと思ったんですよ。例えば手書きで全部そのさっきのスケッチブック書いたりメニューもそうですけど、はい、でもそれって心がそわそわしてからできないんじゃなくて、やるから心が落ち着くんだろうなってとか思った。そう、素晴らしい、うん、なのでさすがひろこさん、いや、クバもそうなんですよ。だからやるから、だから時間なくてできないじゃなくて、やっぱりこう
作ることによって健やかになっていくなっていくんだきっとって思って寝る前とかもやったりしますからね、うん、寝不足になるよって分かってても、うんうん、寝る前に1個編んで仕上げて寝たりとか、ね、はい、いやなんか心に従うってすごく大事ですねやっぱこのそんなに そうでも、うん、それは本当にそうだと思います、うんうんうん、はい、いやなんかあのもうすごいエンディングですよエンディングもエンディングなんですけどしまったエンディング、ね、最後何かけどうしたらいいんだしょうどうしたらいいあやっぱり収めちゃっていいんじゃないですか。ハワイアンに触れられずに終わってしまいましたけど、ね、また呼んでください、ね、ぜひ今度ハワイアン会をやりましょうかマチコさんに。そうですよあのなんか、ね、ハワイアンのミュージシャンの方来た時とかにお連れします、うん、ぜひぜひはいよろしくお願いしますということで、荒垣ひろ子のライブ3プラスもエンディングに本日もなりましたが、この番組は YouTube にアーカイブも上がりますのでお聞き逃しの方はぜひそちらもご覧ください。すべて FM 那覇のサイトのトップページにリンクがありますので FM 那覇で検索してみてくださいね。スポンサーさん、番組へのご意見、いろんな件いろんな件ざっくりこういうの丁寧さがないです丁寧なんでしょうね。ちょっと精進します。メールは 780@fmnaha.jp までお待ちしております。ということで今日はですねあの那覇市の竜宮通り社交街、国際通りからクイッと横に入ったところなんですけど竜宮通り社交街にある家島の店を味を堪能できるお店家島食の家島袋から原永真紀子さんをお迎えしてお送りしてきました。店主のねのりあきさんはホラガイも吹いてくれますよ皆さん島袋はすごいですよそんなねまきこさんに日々自然に心寄せながらお店にくばみに歌三振にフラダンスにとさまざまな活動されるまきこさんの健やかな生き方をこう紐解こうかなという1時間でございました55分間でございましたが、最後あの私たち一緒にその通っているというか顔出しているというか私、まあ、行けたり行けなかったりではあるんですけども首里のクエナ保存会のその歌を一曲お送りしてから、お別れしようかなと思います。首里クエナ保存会で納めの歌という歌なんですけれども、お聞きください。来週もまた月曜のお昼13時にお会いしましょう。どうもありがとうございました。はい、ありがちさまりょんなんでもう一回言ってください。ありがちさまりょんありがちさまりょんバイバイ。納めの歌足びしみ